はい、皆さんこんにちは。今日はですね、この間の台風24号で、倉庫のですね、屋根が一部ちょっとめくれてしまいましたので、それの修理をしていきたいと思います。で、まあ、これがですね、屋根なんですけど、今ちょうど軒先ですね、ここがね、こういうふうにめくれちゃったんですよ。ちょうどね、こっちどっちかな、北東の風、北東、軽の風が吹いて、これがベコベコーってめくれてしまってですね、こういう状態で、まあ、他のところまで止まなくてよかったんですけど、とりあえず、ここをですね、ちょっとこう、材料を切ってここにはめて、で上からもう一回止め直すというような感じで修理をしていきます。それでは早速始めていきます。20センチくらいかな、このぐらい。はい、で今これがですね、倉庫を作った時に余った材料です。切れっぱしを取っててよかったですね。で今ここの部分を切って使っていきたいと思います。でね、一番最初はノコで切ったんですけど、カッターでも切れるってネットに書いてあったんで、ちょっとカッターで切ってみたいと思います。おお、切れた。カッターの方簡単じゃん、すげえ。はい、でこれ切ることができました。でこれを止めるのがですね、ビスで、90のビスで止めるんですけど、その時ですね、このキャップをかまします。これのここに、こういう風にしてですね、これでここに止めます。で止めた後にこれで蓋をかぶせて、ビスが、傷まないようにですね、錆びないようにキャップをします。で今回これをつけるのはコーキングで、コーキングをここにつけてですね、止めていきたいと思います。はい、それではですね、コーキングをつけます。で今これがね、こんな感じですね、ここにペターっと、あ、ちょっと横の方が浮いちゃうね。まあいっか、しゃあないしゃあない、雨が盛ることはないと思いますね、ここの山の上なんで。ピッと、それでビスをつけてと。はい、でこれで完了です。これでね、キャップをしたんで、ここからはまず雨は入らないですね。でここも、まあ、簡単に今コーキングをしたんで、多分大丈夫だと思います。でこれで修理は完了です。こっちの方はですね、結構屋根大きいんですけど、風向きが全然違ったので被害はないですね。キャップが何個か取れてるところがあるんですけど、まあ問題ないでしょう。はい、そういうことでですね、修理が一応一通り終わりました。一通りって言っても、まあそこ一箇所だけなんですけど、今回使った材料はこれですね、オンデュリン波板、波板じゃないな、とオンデュリンっていう材質なんですけど、僕が倉庫に使ったものです。色はですね、このレッドも含めて、グリーンとかブラックとか何パターンかあって、形状もですね、これ以外に何種類かあるみたいです。でこれがですね、また、いいことずくめでですね、材料自体は結構こういう風に柔らかいんですよ。柔らかくて、カッターでも切れて、
寿命がですね 2,30 年ぐらい持つんですね。この中にですね油っていうかあのルーフィングって分かるかな、屋根を引くときにですね引くアスファルトをちょっとこう含んだような材料があるんですけど、それに似たような感じでこれもですね油が若干ちょっとこう含まれている感じです。で、結構あの紫外線じゃないな、経年劣化が少ないっていうのと、まあ、その加工しやすいっていうので海外では割と多く取り入れられている建材みたいです。でですね取り扱っている店が割と少ないんですよね。で僕もあの近くのお店を見て回ってどこもなくてですね、隣の県まで行って買って、そこで、まあ、のお店の人にお願いして、そこはチェーン店だったのでこっちの方にもそのチェーン店があったので、どうにかこうあの材料をですねある程度まとめて注文しますのでこっちの方に入れてもらえないでしょうかって言ったら、お店の人がですねいいですよというと快く返事してくださったので、こっちの方に入れてもらって購入することができました。でこういうのがね近くに売っている DIY がですねかなりまあはかどって楽しくなりますので、まあよかったらですねこういうのを使ってみてください。ということで今日は修理の動画でした。バイバイ。